フェルクリンゲン製鉄所は、ドイツの一世紀を超える歴史を持つ、旧製鉄所である。先鉄精錬の全工程を追体験できる施設は、他に類例がない。この製鉄所は、工業文化の遺根あるいは、労働のカテドラルと称される。1994年、ユネスコは、フェルクリンゲン製鉄所を世界遺産に登録した。これは、近代の産業遺産としては、 世界初の例であった。2007年にはドイツにおける歴史を象徴する産業建築にノミネートされた。フェルクリンゲン製鉄所は現在ヨーロッパの産業文化遺産の中で最も重要な位置を占めている。ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントである。また、フェルクリンゲン製鉄所内では多くの文化行事が開催されており、 年間20万人を超える訪問者がいる。すべては、1873年に、製鉄技術者のユリウスブーフが、ザール側に面した、フェルクリン現金港に成功書を創設したことに、始まる。この成功書は、わずか6年後には、製鉄に対する高い関税が、原因で、精錬の採算が合わなくなったため、閉鎖された。 フェルクリンゲン製鉄所の溶鉱炉1881年にカール・レヒリングにより新しい精錬工場が設けられた。彼は閉鎖されていた施設を買い取り2年後に最初の溶鉱炉を稼働させた。その後、早くも1890年にはロッチリングス・カインエーン、トとシュタルワーカは鉄製トラスのドイツ最大の生産者となっていた。1年後にフェルクリンゲン製鉄所に トーマス式成功所が開業した。トーマス天炉の採用は、比較的、遅かったものの、たちまち成功がもたらされた。隣接する地域であるロートリンゲンの鉄鉱石が、フェルクリンゲン製鉄所にもたらされた。この地方の鉄鉱石は1963年まで、この製鉄所の溶鉱炉で原料として用いられていた。高生成に必要な幸運を得るためには、 石炭だけでなく、特にコークスが必要となる。このため、1897年に、陽光炉のすぐ隣に、コークスの生産工場が建設された。3年後、この施設発のガスブロワーが稼働した。1911年には、陽光炉に原料を投入するためのクレーン施設も、建設された。1928年に、焼結技術がもたらされ、 フェルクリンゲン製鉄所はヨーロッパで最新、最大の焼結施設を持つこととなった。これにより生産過程の廃棄物リサイクルが可能となった。第二次世界大戦中には約7万人の強制労働者や戦争捕虜が鉄鉱石採掘、製鉄あるいはザール地域の工場で労働に従事した。比較的軽い労働には女性も就労させられ、それまでは 立ち入りが禁止されていた生産現場でも働かされた。戦争末期には1万4000人のロシア、ポーランド、ユーゴスラビア、フランス、ベルギー、ルクセンブルクなどから連行された男女が極めて過酷な条件下での労働を強いられていた。ドイツ各地の製鉄所や機械工場が激しい爆撃を受ける中、フェルクリンゲン製鉄所はほとんど無傷のまま終戦を迎えた。 この事実は、フェルクリンゲンの奇跡と呼ばれている。なぜ、この製鉄所だけが攻撃を免れたのか、様々な憶測がなされているが真相は明らかに、されていない。戦後のヨーロッパ復興の過程で、この製鉄所が無傷で、残され、直ちに生産に取りかかれたことの意味は、計り知れないほど大きなものであった。戦後の建設ラッシュを背景に1952年に、 この製鉄所の生産はピークに達した。1956年末にザールラントがドイツに復帰すると、旧創業者のレヒリング家が、フェルクリンゲン製鉄所に戻ってきた。1965年の生産部門、管理部門を合わせた、フェルクリンゲン製鉄所の総従業員数は1万7000人に及んだ。しかし、1975年の鉄鋼危機器に、 フェルクリンゲン製鉄所も巻き込まれた。ルクセンブルクの鉄鋼財閥アーベッドが1971年までザールラントで創業していたフェアイニヒテンハテンワーカンバーボックアイクデュードリーンとフェルクリンゲン製鉄所を合併しレヒリングブアバッハ製鉄所としてレヒリング家と共に運営することとなった。この製鉄所は1982年に ノインキルヒエン製鉄所を併合し、アーベット・サーストル・ GMBH となり、これにより、レヒリング家は、経営から退いた。1989年以降、この会社は、サーストルと称している。1986年に、フェルクリンゲン製鉄所の溶鉱路は創業停止となり、産業記念建造物として、保護建造物に登録された。長い修復と、 校内通行の安全確保がなされた後、博物館として運営されるようになった。1994年、ユネスコは、フェルクリンゲン製鉄所を世界遺産に登録した。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。1990年代中頃から、世界遺産のフェルクリンゲン製鉄所で様々な、 文化行事が開催されるようになった。ジャンルは、野外ロックコンサートから室内学に至る、コンサート活動や、人類、自然、テクノロジーをテーマにした、展覧会などと幅広い。1999年7月にザ・ールラント州は、フェルクリンゲン製鉄所の管理運営機関、ユーロバイシーズ・ゼントラム・フュアクンストーンと、インダストリクルトゥール GM ・ GMBH を設立し、 ザールラントとシュパヤーの博物館長であるマインラート、グレーベニヒを、この組織の総監督兼業務管理のリーダーに任命した。1999年以降、製鉄所の移行は、ハンス・ペーター・クーンのイルミネーションによって、ライトアップされている。2001年には、ミハエルゼルによるイルミネーションが、夜の光景を一段と拡充させた。2004年、 ザールローイコールルクス地方で最初の科学センターであるフェロードロームにマルチメディアを介して鉄や鋼に関する体験コーナーが設けられた。ここでは鉄の文化史や鉄の加工の体験展示、フィルム上映がなされ、またかつての鉄工所労働者による当時の作業や溶鉱炉の構造などに関する講演会なども開催されている。2007年の映画 ダイウィルデンケアレゴ、ヒンタームホリゾントの一部は、フェルクリンゲン製鉄所構内で撮影された。ありがとうございます。